ピーマン栽培にとってモザイク病の発生は深刻な問題です。この病気はウイルスが引き起こします。これがモザイク病が発生した圃場です。葉には緑と黄緑色のまだら模様が現れ、縮れたような症状になります。果実にも奇形が生じるとともに、まだら模様や褐色の斑点ができ、商品価値がなくなります。これがモザイク病を引き起こす唐辛子マイルドモットルウイルスです。このウイルスの伝染方法は3つあります。まず種子からの伝染、次に生死や収穫など栽培管理による伝染、最後に栽培終了後土壌中に残された根などの作物残渣からの伝染です。それではウイルスが感染する仕組みを見ていきましょう。モザイク病はまずウイルスに汚染された種子から発病します。収穫などの管理作業で隣接するピーマンにウイルスが感染します。次々に感染が拡大し、ウイルス病の発生は圃場全体に広がります。発病したピーマンの体内でウイルスが大量に増殖します。栽培終了後、ウイルスは圃場に残った根や茎の中で生存し続け、土壌中に残ります。この圃場に残ったウイルスが次にピーマンを定食した時の感染源となり、再び発病するのです。このようにモザイク病のウイルスは栽培終了後の土壌中に残るため、この時期のウイルス濃度が次の栽培での発病に大きく影響することになります。これまでピーマンのモザイク病は集荷メチル剤を使った土壌消毒で伝染サイクルを断つことにより発生を防いできましたが、その集荷メチル剤を使うことができなくなりました。そこで今回新しい栽培マニュアルを開発しました。新しい栽培マニュアルでは、ウイルス病が発生したら栽培終了後、ウイルスに感染した利病残渣の腐熟促進処理を行います。その後、次の定食のおよそ2ヶ月前に土壌のウイルス濃度を測定し、その濃度に応じて3つの防除技術を使い分けます。ウイルス濃度が低い場合は残渣の腐熟促進処理後、通常通り栽培します。ウイルス濃度が中程度の場合は生分解性ポットを利用します。ウイルス濃度がさらに高い場合は植物ワクチンを利用します。それではそれぞれの防除対策について説明しましょう。まず利病残渣の腐熟促進処理について紹介します。ウイルス病が発生した圃場では、栽培終了後直ちに利病残渣の腐熟促進処理を行います。この作業は栽培終了後次の作付けまでの休耕期間を利用して行います。残渣腐熟処理期間は2ヶ月程度確保しましょう。その後通常の土壌消毒を行います。残渣の腐熟処理は栽培終了後早く行うほど効果的です。また太い茎は分解しにくく、3ヶ月以上圃場に残りますので、必ずハウス外に持ち出しましょう。土壌中に残っている根を取り除くと、さらにウイルス濃度が低下し効果が高まります。米ぬかなどを散布し、腐熟を促進する微生物の働きを助け、ウイルス濃度の低下を促します。またウイルス濃度を効率よく低下させるためには、換水作業を行い適度な水分を補いましょう。土壌汚染度の低い場合はこの対策で十分です。なお残渣の腐熟促進処理はウイルス汚染度が中程度、さらに高い場合も必ず行いましょう。次に土壌汚染度が中程度の場合の対策を紹介します。
土壌汚染度が中程度の場合は生分解性ポットを利用します。生分解性ポットは土の中で分解する素材で作られており、そのまま圃場に植えることができます。通常栽培では定植時にできる根の傷からウイルスが感染しますが、生分解性ポットごと定植すると根が傷つかず感染を防止できるのです。またポット外に新調した新しい根にはウイルスは感染しないため健全に生育します。育苗の際は直接育苗床に置かず、網棚の上などに置いて行います。直接育苗床に置くと底穴などから根が浸透し、定植後の感染の原因となるからです。また播種日から定植日までの期間が35日を超えると収量が減少するので、30日を目安にやや若苗で定植しましょう。次に定植のポイントです。ポットをつけたまま通常の栽培方法と同じように植え付けます。定植後1週間程度はポット内が乾燥しやすいので、こまめな水管理が必要です。生分解性ポットを使用した実証ではウイルスの感染を完全に防止できました。最後に土壌汚染度が高い場合の対策を紹介します。土壌汚染度が非常に高い場合は植物ワクチンを利用します。植物ワクチンは子葉が完全に展開し本葉がわずかに見られる頃、2枚の子葉に接種します。片手で葉を固定し綿棒ですりつけます。植物ワクチンを接種した後は苗が傷まないように寒冷舎などで強い日差しを1日程度避けます。その後の育苗管理は通常通りです。ハウスの準備が整ったら定植します。栽培・収穫作業も通常の管理と同じです。このように新しい栽培マニュアルに従い防除技術を導入することにより、臭化メチル剤を使わずにピーマン栽培を継続しながらモザイク病を克服できるのです。ピーマンをモザイク病から守り、環境に優しい安定的な生産を目指しましょう。